ちかけて、ただひたすらに愛して太陽の炎がこの世のすべてを焼き尽くす。昔やった本当に2月の6日土曜日、まあ、これで4回目なんですけれども、来てしまったってこういうセリフがあったんですよね。あの中野大江の王子と、あれはなんていうタイトルでした。でもほとんどご覧になった方が知らんわな、若そうや。本当にね、来てしまったってそんな気持ちです。なんかもういつも気にしてるんだけど、やっぱりね、何の音やな、ええとこやで話が。大丈夫なのか、椅子が悪いのかもしれません。お客様に対して失礼いたしました。宝塚、ああ宝塚、そんな気持ちなんですよ。この間のアデュー宝塚っていう、まあ大劇場を壊すということで呼んでいただいて、すごい歴史に改めてね感動して、すごい先輩方に驚いたり、そこにいられたことに誇りを感じ、ああ宝塚、まあずっと辞めてからも私はもういつも背負ってるんですよ。あの見てくださるファンの皆様ね、辞めて十何年3、4年やね。やめても見てくれてはんのよ。何もええことしてないんだけどね。やめたら何もないよと。やめる時にも、ほんと宝塚ほどいい背景、なんか全てが整った場所ってどこにもないから、もうこれ以上いいことないからねって言ってやめていったんですけど、本当に何もいいことないわ。でもこうしてね、こういうひととき皆さんにお目にかかって、ずっと見てくださってるというその思いっていうか、それを、ああ生きていてよかったと、
そういうことをこう感じる時が一番良かったのかなって改めて思う時です。しんみりとした話やな。今日はまたね、もう昔懐かしい人々の、あの上級生や下級生のね顔がいっぱい見えて、本当によくねお忙しい中来ていただいて嬉しいなって、なんかジンときちゃってますもん。ずっと3回ともね、ずっとこけっぱなしでね、もうお笑いで通してきたんですよ。今だけですよ、哀愁で通して。ここになんで笑う。彼らはね、本当あの宝塚辞めた後ずっと何回かお仕事一緒にさせていただいて、酸いも甘いも噛むわけだけど、いろんなね私のことを知ってくださって、十何年の間に随分成長していい女になったって、そんなこと言ってないか。言いました。言いました。無理せんで言うんだけど思う。はい、いやあのね、はい、出会いがね、あのパレスホテルじゃなかったかな、東京のディナーショーやったんですよ。ということで現役の時、そうそう、その時にね、はい、うちの音をガーンと思いっきり出したらね、どうしたの、どうしたの。そこにうずくまったつく。生意気やね。頭抱えて、うん、なんか音が大きすぎて歌えないって言われた。音が今もごめんね、耳痛かったやろ。すごい大きな歌やもんで、声は出すわ音は出すわで、皆さん大丈夫、耳ちょっとほじくっといてね。そう言った私さっきのけどね、え今の拍手はね、えあのフェスティバルの拍手やね。おー恥ずかしいやないのね。まあ、今回宝塚っていうことでね、あの懐かしい昔を思い出して、昔じゃないつい最近、あいやいや、こんな私が嫌。宝塚にいた頃よ、ね、の話を、過去のことをね随分珍しく話してるんですけれども、まあ、この間のアディオの話だとか、あの宝塚時代に住んでたマンションの話の時の話だとか、いろいろ取り混ぜて話してるんですけれども、宝塚の近辺もすっかり変わったでしょう。私も周りがあまりに違うんでびっくりしたんですけど、まあ私がいた頃はあの劇場もそうなんですが、やっぱ思いというのはね稽古場にあるんですよ。稽古場に時間長いですからね、稽古場にいる時間の方が。それでお昼の休憩時間はあの千鳥が隣にあったんですよ。それで私が頼むのがいつも決まってて、オムライスと焼きそば。いじらしいでしょ。どこがや。それでね、あのオムライスはお肉入れたらいかんっていうので、あのかまぼこ入れてもらって、そしたら板オムっていう風になってね。で焼きそばはね、あのカツオかけるの好きなの。カツオだし美味しいでしょ。猫そばって何やのそれ。それで休憩時間ね、あのもったいないから時間が、いや泊まりやもんでね、家の主が徳次郎って言うんですよ。徳次郎女もんで窓から徳次郎はん焼きそば一つとかね、本当にそんなことが言えた時代なのよ。今千鳥ビルになってるんですよね。ねえ千鳥ビルですよ。徳次郎はんって言われへんのねえ。いらっしゃる、まだ徳次郎さん。みやおさんなんでねって声やからね。あの千鳥のねアルバイトかなんかお勤めしてた話の人の話って、おかしな話が、これ昔話したいけどもういっぺんしたい。宝塚ならではやから、外国の先生がいらしたのね、エディ・ロールさんかなんか、そういうお名前だと思うんですよね。でもあの千鳥行かれて、レモンスペーションですどうしちゃったらしいのよ、どうも野原先生と一緒にレモンスペーション、あれなんやろ、名前誰やったかな、花ちゃんやない、おどらちゃんでもない誰かいてはってさ、
はーいと思っていたのがラーメン少しこんな話ある。これはウケた。ラーメン少しラーメン少しそんなバカな。ラーメン少しがラーメン少しになったの。でも檻二つやこれ。本当に似てるよね。頭ひねったんでそこまでは想像できへんの。誰もねえ外人の先生にラーメンしかし言ってラーメンしかしはーいと思って言ってはいどうぞ。もうこれは いつ思い出してもね幸せな気持ちになる。これおかしいよね。でもこの話いいでしょう。どうか言って喋ってください。これはウケるよ。ラーメンしかしラーメンしかしラーメンしかしそっくりやわ。これはよかった。私このあれ本当にこの出来事には感動しましたけれども歌いかなかなあんまり喋るなと言われてました。また後でね皆様にお話伺いたいと思います。ありがとう。どうぞ飲んで。うやましけし後で届きます。ラーメン少し、ね、それではね続けて4曲ですけれど、私の孤独っていう曲と夢の中に君がいる、そして星影の中人の中から生きるときめき、そして愛の宝石を聴いてください。僕はいつも寂しくはない。孤独という名の恋人がいる。涙流す夜君は優しく幸せの国へ呼んでくれる。僕は一人じゃない。君と二人だよ。孤独はいつでも教えてくれる生きる喜びを。愛の尊さをどこにいる時も離れはしない。この世の果てまでいつも一緒さ。
Thank you.
思い出に風が打ったり雲が流れ時が流れる思い出は影を秘めて美しくただ美しく歌い続ける。